ヨハネス・シュミットはドイツの言語学者。言語発展の波紋説を唱えた。プロイセン王国プレンツラウに生まれる。アウグスト・シュライヒャーの下で文献学を学び、陰謀語族の研究者となった。1865年に博士号を取得し、その翌年からベルリンのギムナジウムに勤めた。1868年には、ボン大学教授に招かれ、ゲルマン語。 スラブ語を講じた。ここで、ダイバーバンツシャフツーベルホールトニサデア、インドジャーマニスカンシュプラッハンを表し、波紋説を提唱した。これは、言語の新しい性質は、波紋のように一点から始まって弱まりながら広がっていくとする考えである。シュライヒャーの唱えた、系統樹説に対立するものであるが、これには、 音韻法則を絶対視する当時の青年文法学派に対抗する意味があった。現代の比較言語学は系統樹説を基礎としているが、波紋説は言語接触に関する理論の先駆けと言える。1873年からグラーツ大学で文献学を講じ、1876年にはベルリン大学に移った。ベルリンにて没。ありがとうございます。